足立康史君、足立君、日本維新の会の足立康史でございます。未来がない、あのね、原子力に未来がないとは私は思いません、ね、未来がないのは共産党でありましたね。あ、共産、ごめんなさい、こう共産党の言ってること、共産党の言ってることに本当に私は未来がない。なんでかっていうとね、やっぱりそのいや行政監視も重要なんだけど、いや今、あ、いや、どうぞ、気をつけてください、はい、気をつけてください、はいはい、まあ、いや、あのね、あれなんですよ、だから、維新以外の、いや、偉そうに言うけどさ、共産党の皆さん、本会議場でいつも何叫んでんの？ちょっとその二重基準が甚だしすぎるとね、思いますんで、あんまり過剰反応せずに、結局国民の皆様に、私たちが、いや、控え汚してるのは共産党だろう、ね、はい、静かに質疑者の質問をどうぞよろしくお願いします。はいはい、質問続きますよ。はい、いやいや、いや、分かった、もうちゃんとするから。いい、もう藤野さんいいじゃない、うん、もう言ったから、どうぞ。はいはい、失礼しました。いやいや、ちょっとね、もうへきへきしてるんですよ、最近この国会。最近よく官僚の皆様が、霞が関の魅力がどうっていう議論があるけど、まあ2つ理由があると思ってましてね、まあ、1つはやっぱり国会が、まあ、大したことしてないということですね。でもう1つはね、ただね、いくら国会がだらしなくても、官邸が、政府・与党がちゃんと未来に向けて仕事してたらね、官僚たちは集まってきますよ。で、今日そういう観点、あ、失礼しました。その通りだ。ね、で、そういう観点から私は今日ご質問するのは次世代論ですよ。ね、で、英米を見てれば、どんどん、もう今の軽水炉なんか誰も固執してませんよ。次の次世代炉、小型炉、高速炉、いろんなものを、それも単に研究してるだけじゃありません。それぞれの規制官庁、あるいは推進のエネルギーの所管の官庁がですね、まさにその政策のフレームを具体的な実用化に向けた歩み出しをもしてます。今日は、誰って聞かれてもあれだよね。え、松山さん？あ、じゃないか。え？あ、まだ質問してないから何か分かんないよね。日本でそういう次世代炉の実用化に向けた取り組みが見えてこない。どうなってるか、ちょっとご紹介をいただきたいと思います。あ、ごめんなさい。大変失礼しました。江島副大臣、爽やかな、ね、お召し物で、よろしくお願いします。江島経済産業副大臣、はい、参議院に比べて衆議院のこの独特の雰囲気にちょっと敬意されているところもございますが、次世代の実業に向けた現状と課題について少しお話しさせて、その今おっしゃったのは、まあ、その通りなんだけど、足元で例えばグリーン戦略にそれをしっかり位置づけたり、あるいは日米首脳会談でも、文書に、原子力について記載があったかと思いますが、ちょっとその辺のご紹介はできない、できない、あ、できない、あ、やめときましょうか。はい、いいですか。資源エネルギー庁、松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。委員ご指摘のように、次世代炉の開発は非常に重要な要素でございまして、2050年にカーボンニュートラルということを目指していく上で、
日米首脳会談わかるよね。今手元にないか。まあいいや。はい、あのあいいよいいよ。あの日米首脳会談のあの文章にもですね、日米協力のアイテムの一つちょっとよろしく。松山電力ガス事業部長。あの失礼いたしました。あの日米首脳責任を取ります日米首脳会の中でも革新的原子力の技術開発については双方協力して進めていくと、こういうことで方向性を確認しています。ちょっと細かい通告できてないから、ちょっとあの松山さんごめんね。いくらぐらい予算つけてるか知ってる、この分野。まあ昨日ね、申し上げます。あのおそらく委員ご指摘なされていらっしゃるように、アメリカは非常に多くの巨額の予算を通じて次世代開発をしているところでございます。ちょっと手元でですね、ちょっとある範囲で申し上げますと、あの SMR ニュースケールの SMR1 号機に対しまして、DOE の方からは、これまで530ミリオンダラ、約530億、昨年10月追加支援として1.355ビリオンダラ約1355億の追加支援をしていると。まあ例えばこういうことにしますと、まあおそらくご指摘なさらんとしていらっしゃるような日本の形ということでございますが、ですね、革新的な技術開発に対しまして、そうですね、まず高速路について言うと、令和3年度の予算額で43億円、あと社会的要請に応える革新的な原子力技術開発というところで12億円というところでございまして、アメリカの方が、より巨額な予算投入しているということはご指摘のとおりでございます。足立康君。いや、とにかくこういう状況なんですよ。それはあの学生さんたちはですね、それ日本政府に入って仕事しようと思わないですよ。だからちゃんと予算配分も変えて、それでこういう未来を作っていくところにお金をもっともっと、ゼロがもう2つ3つ足りませんよ。で、私もまあアメリカは有名でありますが、イギリスもですね、5月11日に、これも報道で、承知をしているわけですが、イギリス政府のビジネスエネルギー産業戦略省が次世代原子炉 SMR の一般設計評価プロセスを始めたと。だから研究してるんじゃないんですよ。もう実用化に向けてみんな歩み出しているのに、日本だけポッとしてると余っています。また IAEA もこの SMR に対する規制に関してのコミュニティを設けています。で、あの私たちは特定の SMR 露形に関心を持っているわけではないんですが、一般にこういった新しい技術に対する議論が行われるときには、規制のための新しいアプローチ、より良いやり方等の議論がなされますので、こういったところに私たちが耳を塞いでしまうと、その国際的な議論から遅れを取ってしまう恐れがあるということで、IAEA のそのコミュニティにはオブザーバーとして参加をしております。また、新技術に対してどう対応すべきかという、国内のその企業、産業、あるいは経産省、まあ、経産省はちょっと置いておいて、そういう日本の国内の民間からのそのアプローチはありますか。深谷委員。あの事業者からの要望があれば意見交換なり、あの公開の席上で意見交換をすることに全くやぶさかではありませんけれども、これまでのところそのような申し出は受けておりません。足立康君。そうなんです。だからそれは結局エネルギー供、私の試験ですよ、私の試験でいうとエネルギー供給計画がブレーキをかけてるんです。だからもうそのまあいろいろその共産党とか立憲民主党がいろいろ原発ゼロとか40年やめろとか、まあ、いろいろ国会でおっしゃる、それはまあ自由でありますが、そういう、まあ、あのチェックはしたらいい、チェックはしたらいいけれども、未来に向けた議論をですね、ぜひこう立法府であのしていきたいとこう思ってるわけで、そうしないと霞が関も崩壊するし、何よりも日本の国力が衰退を余儀なくされると危惧をしている。で、今、規制委員長からあったように、今、民間は、規制委員会にアプローチしてないんです。なぜしてない、これ何してるか、民間はアメリカに行ってるわけです。今日の報道にもあります。大阪行きは犯罪中。